ございました。本当に嬉しい。クソ腹ぶった。マジジャンプしたから。何屋さん待ってた。いや、マジで嬉しかったんだもん。もう月歌ほんといいんだから、みんな、ほんとに。扉開けて YouTube 見て、はい、ありがとうございます。その入りな。ジャンピング二内さんすごかったよ。ナイナイ200個貯めて2回回してドブった。死亡。それでもめげてはいけないよ。その人形さんに虹はごに見えますな。やかんしいよ。主人公名高梨？高梨だよ。なんでみんな高梨なんだよってなんないあれ。あれだ。なんか、私ね、なんかそのストーリーの名前とプレイヤーの名前変えられるの知らなくて、全部統一でニナチャンピにしてたの。で、さ、なんか最初の設定で、その高梨プロダクションっていう、プロダクションの社長の娘っていう設定なのね。私たち主人公は。で、高梨っていう名字は固定なの。で、高梨ニナチャンピって名前で呼ばれてたの、私は。そしたらなんか、高梨あ、これ、アイナナの話ね。高梨ニナチャンピっていうのを、こう、ストーリーで読んでるのを、ゆきちゃんが、そばでこう見てて、ゆきちゃんが、なんでそんな名前にしてんのみたいな感じで言ってきて、初期設定だよって言って、ちょっと恥ずかしい思いしたことある。高梨ニナチャンピ。今はもう名前変えてしまったんですけれど。そう、フレンドめっちゃさ、アイナナと月歌ダウンロードする。あ、月歌はね、ゲームっていうよりは、外にはいたか。ゲームじゃなくてね、ドラマ CD だったりとか、CD で出ていますので、視聴動画とか多分、ニコニコに転がってると思うんだよね。なんか、ボカロ P さんと声優さんがコラボしているコンテンツなんだけど、すごいいいから。月歌すごいいいです。ちょっと、ハマるのちょっと遅いぐらいかな、私は。2012年とか13年ぐらいに始まったコンテンツだと思うから、ちょっとだけ多分遅いと思うんだよね、私。あ、月のパークってアプリあるんだ。え、面白いなら落としますが。月歌の曲がっつり聴けるなら、ちょっと落とそうかな。高梨ニアチャンピって名前でやろうかな。はい、アイナナを。アイナナをアイドリッシュセブンです。そうです。アイナナね、アニメがカフェ始まったからさ、明日から。もうなんか10時からって言ったら大体の人が分かってしまうんじゃないかなって思うんだけど。最近の面白い画像、あるかな。特にないな。特にないマンだな。あ、ちょっと前にリンちゃんのコスプレをしました。というわけで、少し上げておこうかな。なんか抽選落ちてたよね。そう、カフェ落ちちゃったんだけどね。ユームがね、当たってたから一緒に行けるんだ。並んで抽選なの。でもね、明日ちょっと予定が微妙な感じで、行けるかどうかって感じ。ん？あ、リュウト、やばすぎ。ねえ、ちょっと恥ずかしい。ちょっとやだ、恥ずかしいから帰るかも。早急に帰る。ちょっと待って。ちょっと待ってね。ちょっとどうしよう。帰る。ちょっと待って。帰よう。よし、これだ。ふぅ。ほぉ、ほっとした。今ね、リュウトが私に、布教したように、みんなをアイナナーにするために、みんなを勧誘しているよ。10カウントで、反応しないの。このリヒト先生のね、画集を買いましたよ、ついに。いろいろ背中を押されて。そう、ほんとね、昨日マジ楽しかったんだって、もう、あ、日付が変わっちゃって、一昨日になっちゃうんですけど、一昨日さ、本当に楽しかったの。もう本当に好きな趣味の、本当に好きな友達と遊んできたんだけど、本当楽しかったの、マジで。もうずーっと喋ってた。うん、画集ある、画集。マジいいから、マジ見せてえわ。見せてえけど、残念ながらラジオだからさ。今度ね、ちゃんと、顔出しでツイキャスやるときにみんなに見せたい。ほんとよかった。でもね、そうだよね。そういうコンテンツに興味ない方もいらっしゃるから、こういうね、公共の場では、ね、よくないよね。そういうとこ微妙にわきまえてるか。微妙にだけどね、もう最近、あ、そう。最近ね、私、
自分のディズニーナの方のアカウントもあるんですけど、あ、こんばんは、アカウントもあるんですけど、もう一つ、裏垢じゃないんだけど、オタ垢がありまして、多分みんな、え、マリス来てる？どこ？マイス？マイス？どこどこ？どこどこ？マイスどこ？マイスどこどこ？え、コメントしてる？マイス。してなくね？リュウトは見つけたけど、マイスいないよ。マイスー。マイスー、あ、マイスが見てるのだけか。お前、ロム線じゃねえか、ふざけやがって。ふざけやがってよ。ふざけやがってよ。マイスー、マイスー。チャンズさん、静かに。そう、なんだっけ、何の話だか忘れちゃったじゃん。忘れちゃったじゃん、なんだっけ。何の話してた、今。マイスーのことで頭いっぱいになっちゃったよ。何の話してた、忘れた。何だっけ、何の話してた、今。あ、おたあか、そうそう、おたあか、そうそう。しおりありがとう。そう、おたあかがあるんですけど、そっちの方で最近は、とんでもなく、激しく、まことしやかに、まことしやかに、ツイートしておりますので、ご興味のある方は、ツイキャス終わった後に、アカウントの宣伝させてもらいますので、フォローしてください。でも、すっげえうるさいから、すごいうるさいし、すごいキモいと思うから、あー、ニナスンマジか、あー無理ーってなる人と、はー、ニナスンなんかどうしようせるっていう人で分かれる。あの赤は。やめてフォローしないで。結構、あー、なんかチャンズさん、まあ、チャンズさんはいいか。フォローしてミュートするかも。じゃあしないでよ。それキモいの知ってるで。ありがとうね。ありがとうもおかしいけど。うん。なんか本当に、最近の自分は吹っ切ってんなってマジで思うよね。本当に。ニナスンをセールってなった人です。マジか。なんか、たまにあるんだよ。なんか、もともとめっちゃ好きで、なんか、アンスタとかもめっちゃ好きで、しのぶちゃんのこととかも本当当初から好きだし、事前登録もしてたし、もう本当にしのぶちゃん大好き大好きってなってたのに、なんか、ニナスン最近なってアンスタ言い始めて、にわかおつみたいなツイートとか見ると、ひえーってなる。ひえー、ごめんなさいってなる。でもあなたと同じ世界の人間でしゅーってなる。ぽひーって最終的にはなる。キモいニナスンも好き、ありがとう。そう、めっちゃなんかね、オタクっていうことを多分まだね、認知されてないのかわかんないけど、常日頃にわかだと思われてるからね。ちょっと寂しいよね。同じ世界の人間なんだよ。私たちは同じ血が通っている家族なんだよってなる。そう、でも本当に事前登録の時からギャーギャー騒いでた身なので。でもそうやって子さんアピールするオタクもあんまりね、良くないよね。ごめんなさい。え、マリスまだ見てんかな？マリスまだ見てっかな？マリスと最近ハマってるダミヘの説明がめっちゃ面白いから、今度。マリスとコラボツイキャスしたらマジでやばいと思う。本当にやばいと思う。右耳、左耳、スーってやつ。みんなの前でやりたい。本当に面白いから。なんか一回そういうイベントやりたいな。マリス、ニーナの。ダミを愛する会。ほたほたしいキャスね。結構ね、ね。見てほしいな、みんなに。ニナスンダミヘ聞いてるとか俺のやつ。え、私すごいよ。すげえ澄ました顔で、澄ましたカフェで、澄ました格好しながらダミヘ聞いてるから。ほんとすごいからな。ほんとに。今日とかめっちゃ颯爽とダミヘを聞きながら、表参道を歩いたから。